こんにちは。エクササイズやろうかなと思って、この間です。私右利きなんですけど、左手で書いてみるっていう練習をしたんですね。そしたら線を引くのにすごく難しい、でもある方向だけは引けるってことに気づいて、そう、上から下だったらまあまあ引ける。だからちょっと右手、利き手でね、いいんで、利き手でも引きやすい方向というのは必ずあるはずなんで、そっちの方向をね、引いていく。私はね、左から右なんですけど、これでまっすぐ引く練習、エクササイズね。この今小さめのちょっとボーダーを作ったんで、これをまっすぐ引くエクササイズですね、今日。で、これをくるっと回して同じ方向に引くね。Same direction. Always same direction ね。ちょっと回して同じ方向。エクササイズなんです今日ね。こうまっすぐに、いつも自分の引きやすい方向がどっちなのか、こっちだったらね、私こっちは引けるけど、じゃあこっちからっていうとあんまり得意じゃない、ゆっくりじゃないとできないで、きっとね、皆さんもね、得意な方向があると思うんですよね。それをまず探して、ずっとそれをその方向に引いていくという練習ですね。そして、今日は別に何をするわけじゃなく、ホリバーですね基本的なタングルなんですけど、そしてこの前ねやった渦巻きのエクササイズ、さあ昨日私がやってるハンドクラップっていうダンスがあるんですけど、それねちょっと今日ね披露しようと思ったんですけど、いや、やめた？なんで？そう、私もやるからさ。そしてシェーディングですね。シェーディングの練習も前にやったかな。音楽がないとダメでしょ。音楽かけるよちゃんと。っていうのと、ここの一番後ろになるところが一番暗くなると、shading is very important for the center pattern. So I think so.ちょっと後ろでギター弾き出しちゃって踊るんじゃなかったで、シェーディングは丁寧にやっていくと。ちょっと待ってね、じゃあやるか、ハンドクラップ。このね、音楽に合わせてやるんですけどね。お、そうですか。なんでやるの。やるやる、はいはいはい、そこ行って、やだ、あなたやる、やるやるしね。違う。
週間で。疲れた。大丈夫だったかな今の。よし。というわけで、はあ、疲れた。これをやると痩せるらしいですよ。あ、すごい疲れた。筋肉痛になっちゃった昨日やりすぎて。ほんとね、皆さんも楽しくね運動しましょう。まあ、渦巻きも得意な、ね、方向ありますね。これも前にやったけど、渦巻き疲れた。これをね15分やるんですよね。あ、こんにちは。今から見てるのかな。さっきまで踊ってたんですけどね。ちょっともっと上手に練習してからやればよかった。ちゃんと画面をしっかり見ながら踊ればもうちょっと上手なんですけど、ちょっとすいません。うるさい、うるさいです。だってね、しっかりこのドローイングビハインドして書いてくださいね。はあ、うん。でるとね、もうなんか自由だな。ぜひね、息子のね、あのチャンネルもあるんでよかったら登録してあげてください。チューニングしてる。あ、っていうのと、そうですね、他に何か鉛筆を使った何かをしようか。じゃあ鉛筆で模様描く。めっちゃ狂ってたの？そんなに狂ってる？これは鉛筆ですね。あ、疲れた。まだ疲れてる。もうやんの？あ、いいよ。まずリラックスタイムになっちゃった。いやいや、今日大したあれじゃないんですよ。気分転換になんか、じゃあ動画配信でもすっかみたいな感じで始めたんですね。本当にこの曲はなんかね、林優さんっていう人の曲なんですけどね、メジャーじゃないんですけど結構いい曲だから、ね、人気のある YouTuber の人がエンディングに使ってて、それで練習中、結構難しいみたいな、アルペジオが、うん、こんな感じかな。何かしようかな、まあ、というね、まあ、今日はねエクササイズ、練習、手の練習とリラックス。
しっかりねシェーディングしてあげることで単純なやつもかっこよくなりますんでね。ありがとうございます。はい、じゃああんまり今日は見てる人がいないので、面白い。よかった？終わろうかな。はい、そんな感じで今日はめっちゃ簡単な動画でした。なんで今は簡単じゃなかったよ。はい、そう、あ、ギターはね、そう、ジェンタングルはね簡単な感じでぐるぐるとまっすぐな線を。昨日の確かだけです。はい、それではまた会いましょう。さようなら。